オートチャンネルをご視聴の皆さん、本日も一日お疲れ様です。アボサチです。アボサチの何でもありじゃん、始まるよー。わーわーこの格好ってことは SAO の後に撮ってるでございます。いつ放送されるか知らないんだけど、何するの。アボサチさん、いっぱい来店してるじゃないですか。いろんな台を打ってると思うんですよ。いや、だいたい一緒の機種だな。あの機種ですよね。設定カンパしていただきます。無理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 。ちなみになんですけど、設定誰が決めたと思います。スキピでしょ、どうせ、うん、俺それは許せない。お主だとちょっとね、後ろでずっとニヤニヤしてよ。何台もやるっていうのはやっぱり不可能だと思うんで。いや、1500ぐらい回さないときついんじゃないかな、やっぱり。制限時間は2時間。これから速攻で打ってもらって、わしは黙々と打ってりゃええんじゃな。そう、それでカンパしてもらえれば大丈夫、うん、回せば回すほど精度は上がります。3分に1回レバーオンしてれば、あー設定分かんなかったなーで終わるんですよね。それでいいんですね早く打とうよ。じゃあ行ってきます。さあ、なんだよ、何入れたんだよ。教えるわけねえだろ。何入れたの。俺こういう企画いっちゃ好きやわ。何入れたの。私はカバネリ。この台の設定はまああれなんですけれども、最後はでも答え合わせしてくれる。もちろん普通じゃできないことですからね。うん、まあ確かにね。スターバーストストリーム引きずってますね。いや一応ね、勇気だから。100までは何もすることないから、とにかく早く。朝一最初の千本通りでございます。あー、朝とりあえず簡単に当てる最速の手段としては、今無名チャンスが近いから、無名のチャンス目をたくさん引いて、なおかつそのチャンスゾーンを突破しないといけない。それが難しい。ああ。いい要素が何もない。あ、当たるかもな。出た、急にサチさんが違和感感じて当たるやつ。キモいのいっぱいいて。お地蔵さん。チンフェ、チンフェ。あ、な、何？チンフェ。チンフェ。うん、チンフェ。チンフェがいっぱいいて、ムーメイちゃん走って千本鳥を通るのに当たっていい要素。最近ね、5周目ぐらい渡ってもうね。あれなのよ、カバネリがね、分からなくなってきてるのよ、負けすぎて。何がいけないって、裏ビバに行ってしまったがゆえに、変な期待値打ちするようになっちゃったんだよね。ああ、そう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 、バイン。うん、ただ、このあと多分無名チャンスには行く。まだ声聞いたら、あ、もう一個止まってほしい。ダメか。あー、もうダメ、これダメ。その間にまだエコマが光っとる。多分ね、これも行くと思うんだよね。行こま。あ、今のとかもさ、その高設定ほど行こまが避ける回数が多いとか言われてるんだよ。あいつ避けなかったな。避けなかったな。うん、ムカつくな。ムカつくな、イコマな。うん、叱っとくわ。
まあそうだよね、卑怯罠だけなんですよね。上なんだよな。楽しそうですね。あのね、上だと思う。え？1か上か。なんで1か上かなの？ 2、3 はないと思う。なんで？チャンスゾーンの合算と演出。それで1位の可能性が残ってるのは何故なの？捨てきれないってだけ。この後の ST の性能次第かな。1バグるんよ、やっぱ。何バグるって？え、これ上じゃねって思わせるような挙動をしてくるの。だから一応まだ捨てきってない。カバネリオがもう扱いが悪くなってきた店が多い。例えばだよ、うん、それでさ、カバネリあんまり打てなくなっちゃったなってなった場合さ、サツさんってどういう機種行くの？剣散歩はしてみたい。あー、ちゃんとね。ちゃんとそれってさ、来店者としてやっていい、大丈夫なの？一応ただ単純にあの32ゲームをカニ歩くんじゃなくて、剣士郎と散歩するんだよ。剣散歩ってそういうこと？そう剣しながらホールを散歩じゃなくて違う剣士郎と散歩するのが北斗の剣 L でしょ、だって。そうね、うん、打っていい店で。来た。美味しくないよ今。当たんない方がいい、もはや。いやもうだって天井650だったからさ。そういうこと。うん、当たっても当たらなくても、リセ点か。そう、どっちでもいい。これはあれ、天井？これ一番困るのは、今緑で何も引かずに当選したじゃない、うん、けど天井がそもそも650じゃない、うん、だからもう出来入れ感のある650なわけよ。でも緑で通るっていうのは高接点の要素ではある。多分ね、これはもう天井だったと思う。いやでもね、あの650プラスアルファだから微妙なのか。そう、微妙なんだよ、微妙なラインなんだよ。だこの後いっぱい ST ができればいいけどね、うん、今のところ自分の中では4、6かな。2と3はない、本当にないと思う。ない、え、待って、本当に？だって650でしょ。わざわざマイスロも入れないでやってるんだからね。え、入れていいのに。いや、そこはたまに男前出るよね。この間のさ、実践編もそうだったけどさ、前編のね、一番最初ね、うん、ルールは簡単です。高設定の基準は設定4以上。いや、待って、5、6だろ。自分でそんなハードル上げちゃっていいの？鬼武者もバイオもそうだけどさ、6.5 号機の4で勝ってる方いらっしゃいます？そんないないよ。なんでもない台打つぐらいだったらさ、絶対4打ちたい派なのね。へえ。店内見回ってる時にもし可能性の高い台が空いたら4捨てでそっちに移動したりはするけど、個人的に動画の需要として2番手ぐらいに来るのがユニコーンだね。あれね、解析出てなさすぎてやばいんだよ。私多分ね、並びを意識してるユニコーン打ったことないのよ。あとやっぱお店的にも。ああ何よ、大丈夫。いや俺そういう演出好きなんだって。気にしないで。そうやってさ、はい、演者さんはさ、知らない人にちゃんと説明しながらさ、やるのがさ、大事なんじゃないんすか？いいんすか？かっこいいっしょ。かっこいい。大好き。ムメイタン。出てくれ。なんか、ブルって。それ楽、そしたら判別。10多くね？え、でも200、実質200ぐらい。2、4、3枚ね。そう。結局、今の台ってさ、音楽大事だよね。チェリーブロッサム、チェリーブロッサム。でもいつ話してんのよ。この間さ、12話見たの。200？うん。終わった。出てこない。え、でも頼られたらやっぱさ。その頼られる範囲による。うん、ねえね、これ欲しいみたいな。ああ。じゃあシチュエーションを作ろうかな。ね。学校に行きづらい環境になってしまって、うん、ちょっと行けなくって、うん、お外怖いみたいな感じに娘がなっちゃったと、うん、必要なものはあるけど、うん、自分で働いてはない。お父さん何とかして。それは全力で養うんじゃない。ああそうか、うん、だって親だから。うんね、子供が40になっても。その前に叱ってると思うかな。俺死ぬぞってもうちょいで。そういうところってナイーブなポイントだからあんまりね。
ね、どうしたらいい？これはもうさ、やれてないだけなの。今のところ4ぐらいだって思っちゃうかな。6のやれてないパターンも全然ありきりだけど。あ、本当にそんな感じなんだ。その他の選択肢とか出てこないのは何？今のところ2、4、6の可能性が高いわけでしょ。奇数っていう判断はしてないかな。奇数じゃない判断っていうのはどこにあるの？伸び。でまださ、その ST ってさ、1回しかやってないわけじゃん、うん、その1回でもだいぶ話は変わってくるもんなの。例えばこう行くじゃん、うん、こうって超稀なんだよ。これさ、本来ならさ、うん、この状況下でさ、うん、打ってることすら不思議なんだよ。絶対やめてる？やめてるでしょ。だって250抜けちゃったんだよ。その後1000だよ。天井1000よ。うん。で、お。いや無駄。そう、本当に無駄なんかね。まあ、後ろで溜まってるならいいけど、開いたら別にそうでもないからね。早白率高っ。それはでもゲーム数まだ終わってんのかい。うん、ダメなんだな。いった、きりいったけど、多分これは通せない。前兆が弱かったのと、おいおい見て、チンフェが少ないでしょ。ほんとだ。フェイスは分かったんだけど、チンは何なの？いや、そう、ピーがある。本当に言ってる？いや、そうだよ。そのチン、そう、ダメそう。うん、ダメ。すごい、まさかの肉弾戦なんだ、ムーメイって。そうだよ、肝取ったら本気になる。俺もういいよ。え、終わりだな。うん、何十？どっちだろう。6はない。エンディングで言いましょう。1137ゲームで150分の1ぐらいのチャンスゾーン。ちょうどあれか。だからもう分岐、マジで上振れるか下振れるかの分岐すぎて、その分岐にいる可能性は考えないんですか？全然あるよ。全然あるから。ただその言ったじゃん、演出が いつもと違うんだよねみたいなさ、あの赤いさ、ナビ順とか出てきたの何回か見た？ああ、見た見た。あれあんま見ないんだ、いつも。しかも連打してたでしょ、うん。チャンス目自体は設定差ないけど、そのなんかさ、チャンス目がいっぱい引けるあのゾーンはさあると思うよ、内部的に ね。1,2,3 はないと思うのね。なるほどね。でもグラフ見たら2なの、小銭。小銭なんだ。小銭4だったらドゥってなる。それはさ、よく言ってるけどさ、何故なの？なんでなんだろうね。なんでなんだろうね、枠さん。じゃあその設定の結果はエンディングで発表してもらっていいですか？いやー、もうカバネリ打たないかもしれない、これをきっかけに。俺ちょっと意地悪だったかな。サチさん、サチさん、サチさん、決めかねてるよ。決めかねてるんですか？なんと今日は特別にですね、設定を表示してくれるそうです。なんて言おう。ある程度絞れました？5はない。5はない、はい、5が消えました。1,2,3,4,6、今4もない。4もない。1,2,3,6、 6、こいつを捨てて6。 6、 6、さあ簡潔に、理由は、一番の理由は、いや分かんねえよ。3か6。3の選択肢が出てきた理由は、騙されやすいから。何もかも中途半端、下なのかなも分からせない、分からせないような。これもしホールであったら私は打つ。まだ確かめる。なんか美味しそうって思っちゃうから、もうやだ、この企画やめてくれ。ビタ押しとどっちが嫌ですか？ビタ押しの方がいい。いや6でいいや。6、6、うん、6にする。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、なんだろうこれ。ではお願いします。太田の偉い人に。扉が開いています。扉が開いています。もう仁王立ちだよ、こっちは。扉が開いています。お願いします。扉が開いています。扉が開いています。何何
さんか。まあそうか。人を惑わす設定、これ3です。じゃあいいことじゃん、知れたじゃん、いいじゃん、許してよ。3か6って言われた時に、おちょっとやるかもって思ったのよ。3か6。3の選択肢が出てきた理由は、騙されやすいから、騙されやすいから3か。サチさん3です。はい、基盤だよ、基盤がいけないんだよ、基盤が。次何の台で設定カンパしたいですか。この絵いいな。もうカバネリ打たないかもしれない、トラウマでって言って、今週末カバネリ打ってたら笑ってくださいっていうか、まあちょっと意地悪でしたね、設定が。うん、俺がね、ちょっと3見てみたいなって思っちゃって、下パネ消える台にしよう。それダメでしょ、それダメでしょ。答え合わせできたのはありがたいし、やっぱり大事なところって帰って勉強するわ、もう一回なんかいろいろと難しかったな、何でもありじゃん、ようやるな。お白郎介もやらせてくれるってことなので、はい、一緒に勉強していきましょう。はい、その時はディレクターじゃなくて先生やりますわ。うん、アーバーたちの何でもありじゃん、今日もありがとうな、見てくれてそんな終わり方すんの。心折れた心折れた、大好きな記事で心折れたけど楽しかったよ。よかった、うん、今日も一日ありがとうな、うん、またな、みんないい一日よな、視聴ありがとう、次も見てくれよな、見ろください、バイバイ。